じゃないな。どうしてスピカローグへ？ウィッチャーに依頼があるらしいな。妹にうるさく言われてて内臓に穴が開きそうなんだ。啓示を出せば落ち着くかと思って。正直なところ興味を持つ奴がいるとは思わなかった。どういうことだ？妹が婚約したんだが相手がいなくなっちまった。みんな逃げたと言ってるが、妹は化け物にさらわれるのを見たと言ってる。妹を信じてないようだな。いろいろあったんだ。ニルズは育ちはいいんだが女癖が悪い。ブリットはちょっと気難しくてな。だが家族は怖がってる。調べてくれるか？できることをやってみる。まずはお前の妹と話したい。村の北側の崖が二人のお気に入りの場所だ。ニルズがいなくなって以来妹はそこをうろついてる。ありがとう。会いに行ってくる。ここは静かな村だ。話がある。ほっといてよ。ニルズが死ぬのを見たのか？私が見たのは影。まるで雲が空を通り過ぎるときみたいだった。それから彼の悲鳴が聞こえたの。彼は何かに持ち上げられて岸にある洞窟の方に飛んでいった。でも彼は生きてたの。私の名前を叫んで。調べてみよう。ブリットの言っていた洞窟を調べなければ。
肉の匂いだ。四季か。ドラウナーならニルズを空中に持ち上げることができる。深淵に住む狂気の白鳥、ここで崇められていたんだな。ニルズに違いないな。化け物に高いところから落とされたんだ。ブリッドは正しかった。うん、駅どなか。旦那、岸にある洞窟に年を取ったエキドナがいた。手強い奴だったが始末した。やはりニルズは化け物にさらわれたんだな。そして殺された。洞窟に遺体がある。回収しに行くよ。婚約者に何があったかあんたからブリットに伝えてくれないか。分かった、話そう。彼女には知る権利がある。今考えるとバカみたいだな。自分の妹を信じないなんて。これを心からのお礼だ。さらばだ。
話がある。ほっといてよ。君の婚約者は死んだ。エキドナに捕まって殺された。ニルズ、死んだ人間が生き返るわけじゃないが、仇は討ったぞ。ありがとう。彼はいつでも私に誠実だった。だから私も一生彼に誠実でいることを誓う。このお金を、多くはないけど、もらってほしいの。ありがたくいただくよ。この職業では滅多にないこと。